僕が3、4年前ぐらいですかね、パニック障害っていう病気にかかってしまって、その頃ってすごくプレッシャーがすごい多い時期でもあったし、プラスでネットだったりとかいろんな誹謗中傷をすごい受けるような時期でもあって、でそういうのが募ってそういうパニック障害っていう病気になっちゃったんですけど、その時に、普通そう精神疾患になると大体病院に行って薬をもらって、薬を飲んでどうにか仕事頑張るっていうような状況でやってたんですけど、やっぱ薬で抑えてるだけの状態ではあったんで、根本的に治ってるわけでもなくて、でそういう時期にちょうどアメリカで合宿を試合前にやってたんですけど、向こうの人にCBD のことを教えてもらって、で同じような精神疾患の悩み持ってる人とか、薬で抑えて仕事をやってる人たちっていうのがたくさんいて、そういう人たちがCBD で、代用とは言わないですけど、それ使うことによってどんどん薬の量も減らしていけたりとか、体調が良くなった人、本当 CBD だけで普通の生活ができるようになってる人もいて、すごい効果的だなっていうのを、自分が使ってみても思ったんで、日本帰ってきてからも CBD っていうのをいろいろ検索したり勉強したりしてみて。CBD を使うことによって試合になんかどのように影響したとか、そういうのってあるんですか？そうですね、本当プレッシャーの多いスポーツだし、格闘技って結構死と隣り合わせのスポーツでもあるんで、試合前って結構いろんなやっぱ精神的に追い込まれることが多くて、でやっぱ減量とかもあるとやっぱストレスがさらに負荷がかかっていってしまうんで、結構僕ももともと精神疾患持っているので結構精神的にきつかったんですけど、試合前の練習の時は気持ちをぐわっと高めるんで上がってる状態なんですけど、やっぱなるべく練習終わった後とか寝る前とかオフの時はオンオフを作れないとやっぱ体って持たなくて、僕はそういう時にいつも CBD を使うんですけど、練習終わった後にオイル取ったり、こういう、CBD の吸うタイプのものを吸ったりとか、あとは寝る前とかに使用したりすると、やっぱ普通の人だと仕事の時にアドレナリンが出るような、集中してやらないといけない時に気持ちが高まってるものを、寝る方にリラックスする状態に持っていくような時にいつも使ってて、なのでこのオンオフの切り替えがうまくなるっていうんですかね、僕はそういうイメージで使ってますね。武尊さん選手がこの CBD を実際に使用してよかったなと一番思った試合ってありますか？あ、試合ですか。そうですね、でも本当その3、4年前に一番試合前も本当3週間とか本当ほぼ寝れてない時とかもあって、なんで誰の試合って言われるとちょっとパッと思い浮かばないですけど、一番やっぱ効果感じるのってやっぱ睡眠の質で、それまでってやっぱ試合前って本当寝れなかったり、寝れても本当全然寝た感じがしないぐらい体が疲れてたりとかしたんですけど、その CBD 取るようになって、本当朝起きた時のすっきり感だったり疲労の抜け具合だったりとか、 CBD 自体が炎症を取る効果とかもあるんで、それを吸って寝た時とそうじゃない時の違いっていうのはやっぱすごい体感ですごい分かるんで、誰の試合、でもここ数年、ここ1、2年ぐらいの試合はもう毎回試合前はもう CBD 使用してちゃんと睡眠とってやってるんで、ここ1、2年の試合はもう毎回すごい効果感じてますね。イメージ的にも本当タバコとか大麻とかそういうもののイメージじゃなくて、本当健康商品を使ってるっていうようなイメージでみんなに使ってもらいたいなっていう、気持ちで、今回、イメージキャラクターにも就任させてもらったんで、これをみんなに広めていけたらいいなと思っています。皆さんは真ん中の方にお集まりお願いいたします。試合前の記者会見。
昔そうで